はい、皆さんこんにちは。今回の動画はダンロップの CX シリーズですね。この新作を使ってシングルス対決をした動画となっております。ダンロップの上条さん、そして手伝ってくれたズオさんで、僕の3人でシングルスの勝負をしてきました。でルールは5点タイブレイクの2セット制ですね。まあ、一応1セットオールだったら引き分けという形にしています。で1セット終わったらですね、必ず別のスペックの CX に持ち替えて次のセットを戦うというルールにしています。でセット中のコートチェンジはなしにしています。200キロのサーブとかスーパーショットとかはないんですけれども、それだけに、まあ、一般の人も参考にしていただけるリアルなインプレになっているんじゃないかなと思いますので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。最初はどのラケット使いますか？ CX200 です。200。ストリングはポリの、エクスプロッシブツアーをやっております。上条さんは第1セット何でいきますか？はい、CX400。 400了解です。ゾウさんのパワーを400で、はい、なんとかかわせれば了解です。サーブ。惜しい。OK、ナイスサーブ。はい、ということでまず最初のセットは 5-1 でズオさんが取りました。やっぱりこう CX200 にポリを張ってしっかりスピンかけたボールっていうのが、まあ、上条さん押し込む形になったのかなと思います。で一方上条さんの CX400 サーブとかは早かったんですけど、やっぱりちょっと見てても弾きが強すぎるのかなという感じがしました。相手のスピンボールを抑えるのもちょっと、まあ、見てても大変そうでしたし、しっかり振りたい上条さんには微妙だったのかなという印象です。何のあれでも取れてなかったですね。いえいえ。じゃあちなみに上条さん次は何で？はい、本命の 200LS。 はい、じゃあ何でいきますか？200の OS をなるほど、2人ともポリ、はい、了解です。じゃあセカンドセットお願いします。いやあ、弾道の上がり方もすごい。
いやー、ナイスラン。ナイスラリー、ナイスボレー。ナイスサーブ。ナイスショー。はい、セカンドセットは上条さんが 7-5 で取りました。で、LS に変わってから上条さんのショットが明らかにキレというか、こう収まりが良くなった上にスピードも出ていて、それがやっぱりこうズオさんを追い込んだのかなという感じでした。でズオさんの OS はですね、弾道も上がってスピン量もすごかったんですけれども、まあそれも決まるシーンあったんですが、その分ちょっとこう上下にブレてしまってばらつきが出たのかなという印象でした。使用するストリングラケットは CX200 のツアーのアイコニコ3枚。はい、はい、お願いします。ツアー選ばれちゃった。無難に200いきましょうか。徐々に重くしていきます。200エクスプロシブツアーでいきます。はい。ということでファーストセットは 5-3 で上条さんが取りました。で CX200 になって、まあ、LS の時とそこまで大きくは変わらないかなとは思うんですが、ショット全体的に結構深めに入っていたので、ちょっとそこを
僕が崩しきれなかったのかなという感じでした。で CX200 ツアー僕使ったんですけど、練習では本当にすごく気持ちよかったんですが、やっぱり本番になると少しの誤差でミスになってしまうっていう厳しさを感じました。200のアイコニックタッチです。すみません、お願いします。オールアイコニックオール、すみません、 CX200 です。16×19 の、はい、お願いします。お願いします。ということでセカンドは僕が5対1で取りました。CX200 になってから、まあ、ショットが多少安定するようになりましたし、気持ちよくこう振り抜ける。で、そのおかげで球威も出るようになったかなというふうに感じました。CX200 ツアーを使った上条さんなんですが、やっぱりそれまでと比べるとどうしてもボールがショートしてネットしてしまったり、逆に抜ける形になってオーバーしてしまったりっていうのが先ほどよりは増えてしまったのかなというふうに感じましたので、やっぱりハードなのかなというところですね。はい、で最後の試合なんですが、ちょっと時間の都合上ですね、これは7点のタイブレーク1セットのみの勝負に変えました。で以上、ズオさんが CX400 ツアーですねを使用して、僕が CX200 を使用して対戦をしています。で、まあ、通常のタイブレークの戦いで、まあ、今まで何度もこの2人で対戦してますので、よりラケットによる違いが分かりやすいかなという戦いになっています。で CX200 は今みたいな結構いい当たりを出せたのと、特にこの試合ではこのバックのスライスが、まあ、浮かずに、しっかり返せたっていうのはかなり、ラケットが助けられたなという感触がありました。でサーブもですね、感触が良かったんですが、ちょっと精度が悪かったかなと思います。で、まあ、これまでの数試合でも、各自何回かダブルフォルトしてしまっているんですが、やっぱりまあ、その日初めて使うラケットでサーブでってなると、まあどうしてもある程度こう誤差が出てきてしまうのはしょうがないのかなと思うので、そこはご理解いただければなと思います。で、ズオさん400ツアー使っていて、で普段の球筋僕知ってるんですけど、それよりもやっぱりなんていうんですかね、球が速いなっていう感じがありましたね。で今みたいに左右に振られて、点も取られてしまいましたし、ちょっといつもより速いテンポで、攻め込まれてるなっていうのをこの時は結構感じてました。でここ劣勢だったんですけど、まあミス誘えて、ラッキーだなという感じですね。今の取られてたらかなり厳しい展開だったんですけど、まあ、そこからなんとか、イーブンに持っていけました。でサーブは終始いい感覚では打てていたんですけど、ちょっとねやっぱり確率が上がらなかったのが、この試合、沼にしてしまった要因の一つかなというふうに思います。はい、ちょっと今もバウンドがちょっとだけ変わるのに対して、うまく力が伝えられなくて簡単なミスをしてしまいました。
先に言っとくんですが、この試合は、ここからどんどん沼にはまっていきますので、気楽に見ていただければと思います。はい、はい、津尾さんもダブルフォルトで、このリアクション。一応マッチポイント来ました。サブ入る。はい、やってしまいました。まあ言い訳じゃないんですけど、ちょっとねサーブがフォルトかなと思って、反応が遅くなっちゃいましたね。はい、よくやります、あのドライブボレーでバックアウトしてっていうのは過去にも何度もやってますね。でもう一度、マッチポイント来たんですが、浮いたスライスを、まあ、しっかりフォアで決められてしまいました。ジョーさんのフォアはかなり手堅く攻められちゃってたなっていう感じがしますね。うん、あれだけ、CX400 ツアー結構パワーもあるんですけど、やっぱりボックス形状のおかげなのか、まあ、収まりも結構良くて、それがジョーさんにフィットしてたのかなとは思うんですが、ここはミス。はい、はい、3度目のマッチポイント。あまり攻め急がずと思ったんですけど、相手のボールが深くて、普通にミスしちゃいました。はい、でここ久しぶりにファーストが入って展開していこうと思ったんですけど、サイドアウトしてしまいました。哲野さんのマッチポイント、ファースト入る。でスライスでなんとか粘ってバックで返して、なんとフォア決めるという感じですね。ここら辺からもうお互いのいいところと、まあ、いまいちなショットがもう交互に出るような感じで、マッチポイント4回目。ここは僕はですね、もう全然打ち急がず、浅くてもいいからもうゾウさんに打たせて、様子見ようというスタンスでしたが、サイド際に決められちゃいました。はい、まあ、これはもう、ね、球浅すぎました。はい、でここもちょっと打ち急いでフレームショットですね。ゾウさん2度目のマッチポイント。はい、で今度ゾウさんコース狙いすぎで、はい、サイドアウトでしたね。今のもリターンがちょっとこう、まあ、イレギュラーしてあんまり弾まなかったのが結果相手を崩すっていう形になりましたね。さあ5度目のマッチポイントです。ということで7点のタイブレークだったんですが、最終的に、まあ、13対11まで、かかってしまいました。はい、まあ、いいところもね悪いところも両方いっぱい出たんじゃないかなというふうに思います。これがリアルな戦いっていうところで、楽しんでいただけましたでしょうか。で一応ツイッターとかではもう発信していて、見ていただいている方にはご存知かなとは思うんですけれども、ゾウさんはCX400 ツアー買いましたし、僕も CX200 ツアーを買いまして、お互い今セッティングをいろいろ試して、楽しんでるというところです。はい、一応お互い、CX 気に入って購入をしました。はい、で全体の、まあ、結果がこちらですね。左が勝った時に使っていたラケットの一覧で、まあ、ほぼ CX200 という感じになってますけど、やっぱりまあこの日みんな初めましてというかですね、ラケット使い込んでたわけではないので、その中でやっぱりトータルバランスに優れた、まあ、CX200 が、まあ、最終的にはいい成績を残せたっていうところなのかなと思います。ただもちろん例えば CX400 ツアーならキレのあるこう速いショットっていうのを打ちやすかったと思いますし、 CX200 ツアーは打った時の気持ちよさ、ただまあやっぱりハードかなっていうのはありましたし、で、まあ、CX200 のオーバーサイズであればスピンをもっと強くかけられるっていう感じで、それぞれに特性があって、もちろんメリットも多少違っているので、自分のプレーに合わせてスペック選んでいただければ
より楽しくテニスができるんじゃないかなと思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。はい、じゃあ今回のインプレーは以上となります。それでは。